こんにちは。未来チャンネルにようこそ。ナビゲーターの出井奏太です。未来チャンネルとは、舞台芸術を未来につなぐ基金、略して未来基金の賛同人たちで作る YouTube 配信プログラムです。舞台の教育バラエティをテーマに、知っているようで知らなかった舞台のあれこれを学んでいきましょう。舞台芸術の未来のことを、この基金の賛同人、そして今、未来チャンネルを見てくださっているあなたと一緒に考えていけたら嬉しいです。まずは今週の基金報告から。今週までの寄付金の合計は4684万4201円です。寄付してくださった方々の人数は3603人。多くの方のご寄付とご支援、この基金に関わるものを一度心から感謝しております。本当にありがとうございます。続いて、レギュラーコーナーの紹介です。水曜コーナー、未来につなぐトークでは、ゲストに新国立劇場演劇研修所でヘッドコーチを務められていた俳優指導者池内美奈子さんをお迎えします。俳優を指導するに至った経緯や俳優に必要なベーシック要素について海外での経験も交えながら語ってくださいました。木曜コーナー、未来につなぐレッスンは伝統芸能編の最終回として人形浄瑠璃を取り上げます。講師は八王子車人形西川古柳座5代目家元西川古柳さん。実際の人形を使って分かりやすく楽しく解説してくださいました。金曜コーナー、未来につなぐギルドでは東京都目白にある小劇場シアター風刺家電の支配人那須佐代子さんをゲストに迎えて劇場運営について伺いました。俳優からキャリアをスタートさせた那須さんが劇場運営に携わることになった経緯も伺いました。来週は4月特番として高校生たちと現役の舞台芸術のプロたちによるトークセッションを放送いたします。パネラーとして登場する舞台芸術プロは角川博明さん、伽藍凛さん、中屋敷典人さん、上本純舞さん、春風ひとみさん、増田由香さんの6名。どんな話が繰り広げられるのかドキドキします。舞台芸術の未来について高校生たちと一緒に考えてみてください。